写真拡大。阪神中日、29日甲子園球場。この試合が引退試合となる阪神のランディ・メッセンジャー投手38にチームメイトたちからサプライズが行われた。試合前練習が行われる前の午前10時ごろ、選手たちは来日10年目を迎えた際に記念で作られ、胸に I am finally 日本人とプリントされたメッセンジャー選手日本人扱い記念 T シャツを着用して続々とグラウンド入り。選手、トレーナー、球団広報がメッセ T シャツを身にまとい、センターバックスクリーン付近でメッセンジャー本人と記念撮影が行われた。選手会長の梅野龍太郎捕手と主将糸原健人内野手がみんなで起用と発案したようで、温かい仲間たちのサプライズに本人は大喜び。梅野は、これはみんなの感謝の気持ちですとコメントした。現役最後のマウンド、慣れ親しんだ本拠地甲子園でファンに最後の雄姿を披露する。